吉谷さん、人生にもしってのはないと思いますけども、仮に今もしということが言えるなら、私はね、もし私がインターネットビジネスに出会ったのが20歳だったらということを考えてみたいと思うんですよ。おそらく20歳でネットビジネスに出会って同じような結果を出したとしたら、25歳で隠居暮らしを始めて今28歳という形になります。そしたらね、どんにゃんにがいいだろうかですよ。30歳から始まる人生も大きく変わっただろうし、40歳からどのぐらいの資産を構築できたかなと思います。でも残念ながら私は48歳で、どちらかというと人生は攻めつつ守りに入っているところですよね。というのがこれから20年経つと私は70歳なんですよね。でも今が20歳だったら、28歳だったら、これから20年経っても50前だってことになります。全然これでね、違うんですよね。さあ、それでね、私が思うのは、この8年間をどう過ごしてきたか。例えば今が28歳の方、20歳ぐらいの時に始めたお仕事があったと思います。まあ22、3で始める仕事もあったと思います。その仕事を愚直に今5年なり6年なり30前まで続けていたとしたら、ものすごいもったいない時代を素通りしてるってことなんですよ。40過ぎたおっさんがここまで人生を激変させてるわけなんですよ。だからね、20歳の人には30歳になるまでにものすごいチャンスがあったっていうふうに振り返ってもらえればなと思うんですよ。皮肉にもですね、20の時から30の時まで同じ会社にいて安定を勝ち取った人っていうのは非常に気の毒、安定していたがゆえに世の中のスピードを全く見えてこなかったってことなんですよ。例えば私と同じ年代でしたら、20代で大手企業に就職して50前にして今リストラの嵐ですよ。業績を悪化させたわけでもなく、何か落ち度があったわけでもないのに、先を見据えてジョブ型雇用の準備のために企業はどんどんね、優秀とかそういうの関係なくどんどん人員を減らしてるんですよ。なんですかね、これはね。いきなり社会に放り投げられて会社の守りがなくなって、じゃあ自分で生きていく方法が果たしてあるんでしょうかってことです。今まで安定した暮らしっていうのは、企業が作り出した、一つの会社が作り出した、バーチャルリアリティだったんですよね。幻想の中に自分の力で安定を勝ち取ったという気がしていたに過ぎないんですよ。本当の安定とは不安定を乗りこなす力であり、本当の不安定というのは安定した上に安定して座っていることなんですよ。このパラドックス、本当に怖いなと思います。これからも私は不安定を乗りこなす力をどんどん身につけると思いますし、常に新しいマーケット、常に新しいビジネス、常に新しい稼ぎ方にどんどん移り変わっていくと思います。それこそ分刻み、秒刻み、1年単位に見たら全く違うと思いますね。私40歳の頃アフィリエイトでした。1年経つと転売でした。1年経つとセミナービジネスでした。1年経つとコンテンツビジネスでした。全く違うことをずっとやってます。で、今 YouTube ね、移り変わってるわけですよ。でも同じことを、一つの業種をずっとやってきた人の中には、時代が随分変わったことに気づかずに下手に安定していたから、これから恐ろしいことが待っているということに、これから気づかされる人もいるかもしれないですね。本当にね、考えれば考えるほど、私ですらね、これからかなりの荒波に向かっていかないといけないかなというふうに覚悟を新たにしています。ということなんで、まだね、自力でビジネスできてない方は本当にこれやばいと思ったわけですよ。無慈悲にも、人格が良くても悪くても関係ないです。これは稼げない人は淘汰されていって、発言する権利もないし、もしかしたらもうね、スーパーで物を買わなくていいですみたいなね、そんなことにもなるかもしれないです。これはね、本当にね、日本という国が民主主義なんだろうか、もしくは民主主義が行き着いた先ってのが二極化というものが、極大の二極化っていうのが民主主義の到達地点なのかなと思うところですね。社会主義っていうのはみんなで貧しく、みんなで豊かにっていう、個人の資産をなるべく持たないっていう形でやってきましたね。私たちはどちらかというと民主主義の世の中の方がいいなと思うんですよ。共産主義とか社会主義でもね。でもこの自由競争の社会、資本主義経済っていうのは
資本を個人的に獲得した人の勝ちなんですよね。それ以外答えないんですよ。どっちがいいんですかね。いってらっしゃい。